もう長いことホローで失われたエーテル資源を略奪している盗賊団がいる。奴らの手口は残忍で、被害総額もかなりのものだ。常に移動しながら犯行を重ねているため、各分局は連中をどうすることもできず、事件は未解決のまま。そこで私が考えているのはこうだ。まず企業がエーテル資源を回収しようとしているという情報をインターネットで流す。そう、前回猫又殿とプロ騎士に関わってもらったあの依頼だ。ここからさらに信憑性を高めるため、実際に治安局の証拠物件管理室にあるエーテル資源をおとりとしてホローに設置する。最後にあの盗賊どもが餌に食いついたら、ホローで現行犯逮捕できるという寸法だ。悪くないんじゃない？それから？それからこの案は正式に作戦計画として採用された。よかったね。あんたはこういうプランを練ったりするのは得意なんだ。ただこの計画を承認したのは我が第12分局だけじゃない。第11分局も参加しての共同作戦ということになってしまい、私はその責任者に任命された。なんだ、なってしまいって、面倒ごとの匂いがするぞ。というのもエーテル資源のような物証の管理をしているのは第11分局だけだからだ。我々はおとり資源の設置にあたり、全く面識のない庶務課の同僚2人と私服装備でホローに入ることになる。つまりエーテリアスに遭遇したら、私の弱みを他局に知られることになるんだ。彼らはきっと気を使って内緒にするなんてことはしてくれまい。周りも、だから代わりに行けとか言わないよね。そんな危ないこと泣きながら頼まれたって嫌だから。あ、もちろん猫又殿にそんなことはさせない。ただ正体がつつがなくおとりを設置できるよう、猫又殿には協力者としてルート沿いにいるエーテリアスを片付けていただきたい。協力者って言うけど、要するにボディーガードってことでしょ？いやいや、治安官の臨時職員だと理解してくれればいい。局にはもう報告してあるんだ。今回はとある協力者と共に作戦に参加するとな。そんなたくさんの治安官と一緒にいるだなんて、私にはすっごくストレスだぞ。ちょっと話に乗ったことを後悔してきた。そう言わないでくれ。今回の作戦には猫又殿が欠かせないんだ。ならこうしよう、何かあれば都度通信で連絡する。猫又殿は離れた場所でサポートしてくれるだけでいい。他の治安官ともあまり接触しなくて済むはずだ。まあそれなら検討の余地はあるぞ。まあそうだ、そのなんだっけ、協力者って気をつけといた方がいいこととかあるの？何しろ名目上は治安局の臨時職員だからな。現役の治安官と同じことを遵守する必要があるはずだが、なーに、この治安官養成マニュアルを暗記しておけば問題ない。たったの476ページしかないぞ。どうしたんだ猫又？私大丈夫だから、安心して任せて。ホーリーと会った時のことはだいたいこんな感じ。猫又のことだし、マニュアルなんて1ページだって読む気ないでしょう。当然でしょう。そんなことまでして治安官のことなんか知りたくないぞ。それに治安局の奴らに離れてついてくだけだし、私には朝飯前だ。まあでも下準備くらいはしとこうかな。オーリーが任務に行くまで時間があるから、ちょっと近所でお勉強してくるぞ。出発するときはまた連絡するから。行ってしまったな。近所で勉強と言っていたけど、彼女は一体何をするつもりなんだ？様子を見に行ってあげてくれるかい？猫又とは一緒にホローに入るんだ。状況を把握できていた方がいい。
準備完了。こちらアンビー。配置に着いた。ウォーリー、私とプロ騎士は送ってきた座標に着いたぞ。承知した。私が11分局の治安官と合流したら、お二人は距離を取ってついてきてくれ。何か緊急の事態が起きた場合は、この通信で猫又殿に支援を求めよう。できたら大声で肺活量をアピールするんじゃなくて、はっきり言葉で教えてほしいぞ。で、できるだけ善処してみよう。何しろ今回は11分局の同僚たちもいるからな。足音が聞こえてきたぞ。そっちにもう来てるんじゃないの？まあいいや、何かあったら連絡するから。なんだって？こっちには誰も見当たらないが。マスター、接近を検知しました。え？ウォーリー、こっちの方に2人近づいてきたぞ。一体どういうこと？そんなバカな。確かに11分局には集合場所の座標を送っておいたんだ。この通り履歴にも残って。ああ、間違えた。猫又殿の座標を送ってしまっているじゃないか。それ私が言おうと思ってたんだけど。彼らがまだ君に気づいていないうちに今すぐ逃げるんだ。猫又殿のスピードならきっと追いつかれない。
悪いことしたわけじゃないのになんで逃げなきゃいけないの。それに私が逃げちゃったら作戦は。作戦はそうだな、戻って上にやはりエーテリアスが怖いですと言おう。とにかく何であれ責任は私が取る。君たちに迷惑をかけることはないから安心してくれ。オーリーさん、ここでカッコつけるくらいなら最初から間違えないでよね。ぼやいている場合じゃない。撤退ルートを策定する時間が必要なんだ。君たち黒騎士の手を煩わせる必要はないぞ。こうなった以上私のかつてのスキルを生かすしかない。オーリー、今回は無料レッスンってことにしといてあげる。よーく見てて。集合場所はこの近くのはずですね。ん？女の子が一人いるだけっすよ。なんかの間違いじゃないっすか。はじめまして。君たちが第11分局の治安官？何にも間違ってないぞ。作戦コードは種々対等。私は第12分局捜査4班のオーリー。今日の作戦の責任者だ。お初にお目にかかります、長官。第11分局庶務課のデリーンと申します。先ほどは彼が余計なことを言いました。ご本日は全力を挙げて作戦に協力いたします。そんなにかしこまらなくてもいいぞ。お互い面識もなかったし、今回の作戦は私服なんだから。集合場所に誰かいたら警戒するの。それに今日の作戦は11分局庶務課の協力があってこそなんだから。むしろ来てくれてありがとうって言いたいくらいだぞ。まさかオーリー長官がこんなに若くて親しみやすい人。名前を聞いた時はてっきり茶色の薄汚れたジャケットを着た目にひどい。はっきり想像にしてはすごく具体的な人物像。すみません、長官。ハギンズはいつもこんな調子なんです。みんな無事に合流できたから具体的な任務の話をしたいって言ったんだ。なるほど、承知しました。事前に資源を設置する候補となりそうな座標をいく。すごいな、まさか本当にごまかせてしまうとは。オーリー、気を緩めるのは早いぞ。今のは基本の情報交換をしただけだし、道中はきっとこんなもんじゃ済まない。とにかく近くの安全な場所に隠れて常にこっちの状況に注意しといて。もし情報を提供してくれるならその時ははっきり言うんだぞ。よし、来た、任せてくれ。長官、3つの設置地点をマークしました。ここが1つ目です。ここが2つ目、そして最後です。よし、じゃあ順番に調べよう。フォローの中は常に変化してるからちゃんとついてきて。気をつけて、なるべくエーテリアスを避けるぞ。候補地点に着きました。今からおとりを設置します。待って、変な音がするぞ。なぜか急にエーテリアスがたくさん湧いてきたっす。
これでも食らえ。まさかこんな近くにエーテリアスが湧いてくるなんて思わなかったぞ。ま、問題なく片付いたけど。オーリー長官、あっという間に対応してしまいましたね。あま、そうそう、道理で先月の作戦評価、うちより十二分局の方が平均高いわけっす。長官みたいな凄腕がいるんすから、当然。それは大げさだぞ。こっちの平均が 0.2 点高いってだけなんだから。それにあれはあくまで内部の評価だから、あんまり参考にはならないぞ。11分局だって事件の立件数と解決数では負けてないでしょ。そっちの方がよっぽど本当の成績だ。ですが12分局も最近大きな事件を解決したと聞きました。ああ、重視分局の管轄から逃げてきたやつの逮捕に協力したこと。悲しいかな、あの事件はうちの手柄じゃないんだ。そうだったのですか。それは残念でしたね。ほんとほんと、この任務でエーテル資源を盗んだやつらを捕まえられなかったら今年の勤務評定に書くことがなくなっちゃう。へえ、長官みたいなエリートでもあれを書くのは嫌なんすね。なんかこうぐっと親近感が湧いてきたっす。フォローで犯人を捕まえるよりデスクワークの方がよっぽど難しいぞ。でも今年の勤務評定、やっと文字数の指定が緩くなったでしょ。実はそれハギンズのことなんですよ。治安官はこの世で最も偉大な職業であり、優秀な治安官になることを我が人生最大の野望にしますって。デリーン、それは誰にも言わない約束だったはずっすよ。それにあんたの給料を上げてくれないのならせめて退職金を 20% 上げてくださいに比べたらマシっす。私は本当にそう思っていますから。君たち面白い。まさか猫又殿が我々と11分局の情報にこれほど精通しているとは。どうやら私の出番はなさそうだな。なんでちょっと残念そうなの。あんたの出番がないのがいいこと。ん？オーリー長官、今何か残念だとおっしゃいましたか？この辺エーテル資源を設置するにはあんま良くないから残念だなって。ああ、確かにおっしゃる通りっす。じゃあもう次の候補に移動して。ないっすね。やっぱここはやめときましょう。次はあっちに行ってみよう。ここの空間は少し不安定みたいですね。候補地点に着きました。今からお取り寄せ。え？先ほど発生した空間転移現象により、あなた様は比較的不安定なエリア。やばい、転移現象っす。こんなの計画にないっすよ。落ち着いて、フォローじゃ普通のことだぞ。もう慣れっこだ。マスター、古びたプロジェクター
メモの内容は以下の通りです。出口だ。連続で2箇所も使えないとは思いませんでした。幸いまだ時間はありますが。チームにエリートがいるだけでここまで余裕が違うもんなんす。おまけに長官はその若さなんすから、なおさらすごいっす。もしよかったらどこの卒業生なのか聞いても。卒業か。おっと、私の出番だな。卒業はアルガリウス文庫だ。ああ、アルガリウス文庫だ。え？あの、学費が免除されるっていう？ハギンズ、またあなたは余計なことを。すみません、ウォーリー長官。決して彼は長官の母校を侮辱しようとしたわけではないんです。ただ、長官はあまりに優秀そうですから。私たち、ちなみに何期生だったんですか？よし、またまた私の出番だな。第45期生だ。第45期生。そうなのですか？45期生というと、ずいぶん前の代ですね。その確かに、そうっすね。でも長官は40どころか30にも見えないっす。あ。あ。厳しい局面だけど、放心している場合じゃない。何かごまかせる方法は？ウォーリー長官、もしかして。あ、私が早期入学を許された特待生だったんすね。え？ああ、やっぱり君たちには隠し通せなかったか。私は孤児で人に引き取られたの。引き取ってくれた人は私にとってもよくしてくれたけど、いつも投資に失敗してたから結局。わかるっすよ。血のつながらない弟さんや妹さんもたくさんいたんすよね。狭い家の中、冬は寒く夏は暑い暮らし、しかも家族全員が同じベッドで寝てて。
一番の年長であるあなたはパンのカビたとこだけをこっそり食べて他を弟さんや妹さんに分け与えてたんすね。まあ昔のドラマでよくあるやつだから、なるべく早く家計の助けになれるよう年齢制限を下げられて学費も免除のアルガリウス文庫を選んだんすね。だいたい君の言う通りですが、学費が免除される企業アカデミーもたくさんありますよね。どうして長官は治安官の？それは引き取られる前の私はお世辞にもいい子じゃなかったから、一度悪い人を前に自分の力を過信して死んじゃいそうになったこともあるんだ。そんな時私を守るために立ちはだかってくれた人がいたの。向こうにとっては意図してのことじゃなかったかもしれないけど、私は夢にまで見た居場所を手に入れられた。だからもし叶うなら私もこの手で何かを守りたいって思ったんだ。なるほど、長官は人を守りたくて治安官になる道を選んだんすね。気高すぎる理想っす。若くしてこの作戦の責任者になったのも納得っすよ。それに比べたら女の子にモテたいから治安官を目指した俺なんか砂利みたいにちっぽけな存在っす。長官のお話を聞いた後だと、退職金のためにこの仕事を選んだ自分は本当に夢がないなと思いました。そんなことないって、君たちみたいに地に足がついてる夢も悪くないと思うぞ。それに治安官を目指した理由は違っても、この町を守るために毎日頑張ってるのは一緒でしょ。オーリー長官の優しさがしみるっす。今俺の心は治安官としての誇りに満ちてるっす。この心に恥じないよう俺もっと仕事頑張るっす。すみません長官、ハギンズは涙もろい上に単純で、彼のことは気にしなくていいですから、次の候補に行きましょう。変異現象がしょっちゅう起きそうだ、設置には向いてないぞ。次の候補に行こう。マスター、この地点は王里長官、おとりのエーテル資源の設置が完了しました。ああ、お疲れ様。なんとかやり過ごせたけど、二人のおしゃべりに付き合うのがこんなにつか…本当か？先ほどの猫又殿は一見余裕の立ち回りというふうに見えたが、特にこの手で何かを守りたいという言葉は演技とは思えないほど真に迫っていたぞ。猫又殿が私を演じていたと知らなければ、きっと私もハギンズ君のように感動のあまり結び泣いていただろう。オーリー、あんたの演技がダメダメな理由なんだと思う？いや、なんだろう。あんたは肝心なところを間違えてる。身分を偽る時っていうのは 100% の嘘をついちゃダメなんだ。実体験がないことなんてどうしても自信なさげに見えちゃうし、細かいとこでボロが出やすくなるんだぞ。こういう時は演じる相手のことをよーく知った上で自分の実体験をちょっとだけ混ぜる。本当半分、嘘半分ってのがベストなんだ。なるほど、あれが猫又殿の実体験だったからこそこんなに心に響いたのだな。ちょっとだけって言ったでしょ。人の過去を勝手に想像してもらっちゃ困るぞ。そもそもあんたが間違った情報を送らなかったらここまで苦労しなくても済んだんだから。それについては悪かった。待ってくれ、
今何か聞こえたようなオケん、もしもし、オーリーどうしたの。警告、大量のエーテリアスが依頼人の所在エリア該当地点では空間が定期的に変化するため、他のエリアからエーテリアスが転移したものと推測されます。なんだって、よりによってこんな時に。わかった、あと何分か持ちこたえるように伝えて。オーリー長官、なんとかするとは。その、うん、その通り。シュシュタイトの成功の鍵は、我々が設置したおとりのエーテル資源が本物だって盗賊に信じ込ませることだ。今日の作戦が誰にもバレないよう、怪しい痕跡がないかよく調べてから撤退するべきだって思って。ギャングはみんなずる賢いから、念には念を入れないと。お、なるほどっす。さすが長官、俺らと。でも二人はもう十分フォローの中を駆けずり回ってくれたから、さらに仕事を増やすのも気が引く。いえ、ぜひお任せください、この作戦。そうっすよ、俺は隊長を心から尊敬してるんすから、思う存分。よし、二手に分かれて近くに怪しい人物の痕跡がないか捜索するんだ。何か見つけたらすぐに連絡を取り合おう。了解です。じゃあ俺は左に行くっす。わかりました、では私は右に。プロ騎士、早くオーリーを助けに行こう。これはきっとオーリーの足跡だ。君たちがここに来たということは、もしかして今日の作戦が。私、失敗なんかしてないぞ。あの二人にはなんとか別のとこに行ってもらったからここに来たんだ。ふぅ、どっと疲れちゃった。シンプルな作戦だったはずなのに、こんなにややこしくなるなんて。これで事件を解決できなくって依頼料は払えないなんて言ってきたら、ただじゃ置かないんだから。オーリー、聞いてる？オーリーさん、なんだかちょっと落ち込んでない？私の気のせい？
いや、プロ騎士、確かに私は意気消沈している。私が君たちに協力を求めたことというより、称賛されたいという私の望み自体が初めから非現実的なものだったのではないかと考えていた。今日一日ずっとここから猫又殿を見ていたが、どんな状況にも難なく対応する彼女に、私は終始迷惑をかけているだけだった。待ち合わせ場所を間違え、エーテリアスから己の身を守ることもできず、おまけに適切な情報を提供することすらままならない。オーリー、弱音はそこまでだ。どんな状況にも難なく対応できるなんて、そんな人は世の中いないぞ。言ったでしょ、私は悪い人を前にして死んじゃいそうになったことがあるって。あれは本当の実体験、私にだって。それにオーリー、周りを見て。このエーテリアスの痕跡、騒いでる間にあんたが倒したんじゃないの？本当だ、全く気がつかなかったが。オーリー、インターノットを利用してギャングをおびき出す作戦を考えたのも、今回の責任者に任命されたのも、目の前のエーテリアスを倒して私たちが来るまで持ちこたえたのも、他でもない、あんたなんだ。まだ気づかない？あんたは自分で思ってるほどダメじゃない。卑屈になってる暇があったら、どうにかして自分の経験や個性を武器に変えることを考えるんだ。11軍局の2人からだ。もしもし、こちらオーリー、どうかした？オーリー長官、おっしゃる通りでした。え？実は長官と別れてすぐ、おとりを設置した地点でコソコソしてたやつを捕まえたんすよ。ギャングっぽいなりなんで、長官たちが探してた連中とつながりがあるかもしれないっす。長官は今どちらですか？合流するので一緒に12分局に向かいましょう。え？一緒に治安局に行くの？デリーン・ハギンズ、ちょっと待って。私は今合流するにはかなり距離があるところなんだ。え、しかし本当にいいのですか？いいに決まってる。手柄は捕まえた人のものなんだから、取り調べだって君たちがするのが筋だぞ。ほら行け。私は他の任務が入っちゃったけど、取り調べがどうなったかはちゃんと見てるから。はい、ありがとうございます長官。すごい偶然、適当に言っただけなのに本当に捕まえちゃうなんて。オーリー、あの二人と治安局に戻ったらさすがにバレちゃう。今回は手柄を譲るしかないぞ。あ、でも取り調べの結果はちょっと気になるから、あんたは帰ったら真っ先に探りを入れて、何かあったらすぐ私に連絡するんだぞ。プロ騎士、オーリーは行っちゃったし、私たちもここで解散しよう。イアスを送ってあげたいけど、今日はもう疲れちゃった。猫股ってなんだかんだオーリーさんに優しいよね。変な言い方しないでよ。耳の毛が逆立っちゃう。途中であいつを見捨てたりしたら、散々苦労したのがパーになっちゃうでしょ。それになんていうか、今までは治安官なんて道ですれ違うのも嫌だったけど、いざ接してみたら普通の人たちなんだって思ったんだ。プロ騎士、今日は一日ずっと走り回ってくれたし疲れたでしょ。すぐ
ぐにオーリーから情報が来るはずだし、それまではお互いゆっくり休もう。進展があったらまた連絡するぞ。